疲れ様でした。カズダリは今日はもう下げるという。あ、もう下げる作戦だったですね。だからもう信頼してダメでも、まあ、ついていくしかないですね。まあ、強かったですね、しかし。いや、もう前は見えてないです。カズダリの降臨だけ見て。はい。で、その、多少空きながらっていう部分なんですね。ですよね。うん、普通ちぎれてもおかしくないからセーフですね。上がりタイムがそんなにいいんさ、うん、ちぎれてもおかしくない、おかしくないですよね、この冬場に。本当ですね、うん、そんなにすごかったね。やっぱ風の人に行ったの人はそうなりましたね。ちぎれるのが当たり前みたいな感じですもんね、もはや。ただその追いついて、あとそのゴール性はやっぱりもうちょっとだけかわすような、あの辺は。そうですね、まあ、あの辺は調節して抜きすぎてもかっこ悪いなと思ったんで、まあ、ギリギリさせればいいなと思って。まあ、多分山田さんの状態もやっぱりいいのはいいんですよね。まあ普通させないですからね。そうですね。もうだって11号でかけてますからね。本当にとんでもないレースであったんですよ、これ。うん。急着やっちゃったんだ。ビサザ州のかっこいいところ、うん。危なかったですね。余裕超えてる場合じゃなかったです。実際その新車は人の後ろでも対応が効くような感じ。いいですよね、軽くてね。普通ちぎれちゃいますよね、本当にね。一コーナー山登っていってね。良かったと思いますけど。また楽しみに。はい。決勝また突き切れるように頑張ります。はい。はい